ゲッターロ,ロボはゲッター線エネルギーで動くんじゃなかった でも、ゲッター戦エネルギーもめっちゃ体に悪そうだったよね。<laughs> ゲッター戦エネルギーが確か漏れたら、あの、ゲッター3に乗ってる武蔵の体がものすごい勢いで水ぶくれ、バーッと起こしていって、<laughs> 爬虫人類たちよ、これがお前たちが欲しかった、ゲッター戦だーって言ったら、爬虫人類、ボロ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 体崩れたから、<laughs> すげえ体に悪かったと思うんだけども。いや、ゲッターラボの原作みんな読んだ方がいいよ。すごいから。 あの時期のね、いわゆるその、長い号石川県のコンビ、どっちがアイデア出して、どっちが原作やってるのかわかんないような状態になってんだけども、あの辺のね、ロボットアニメって、本当に、えっ、ー、とね、今のアニメとかでも追いつかないぐらいのもうアイデアのコアを出しててで、それがね、1巻とか2巻で完結してるから、やったら面白いよ。